起動と同時にミクの声が聞ける、ミク愛用のヘッドホン、こちらご紹介します。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい。さあ、五等分の花嫁、見越しなら、まず印象的に残る、あのヘッドホン。ほとんどの場面で、肩掛け。もはや、体の一部と言っても過言ではない。あのヘッドホン。そんな、ミク愛用、原作に忠実に再現された、あのヘッドホンが欲しいと思い、アマゾンの検索欄に、カタカタカタミクヘッドホン。と、検索したのは、自分だけではないはず。検索をかける、たくさん出てくるヘッドホン。喋るもの、英語の音声が流れるやつと、ミクの声が聞けるやつ、いろいろあるらしいです。で、レビューをしっかり見て、これはミクの声が聞けるというものを探し出しました。ちなみに言っておきますが、こちら公式の商品ではありませんので、ご注意ください。アマゾンの商品概要でも、ん?というおかしな日本語文法が混じっていますので、ご了承ください。では、早速、開けていきたいと思います。ででん、まず見て、これ。全然違うよね。箱が全然違うんですけども、果たして、あのヘッドホン、来るのでしょうか?商品名は、エクスユンドゥング。五等分の花嫁、日本語説明書、青プラス、日本語版、オープン、取扱説明書が入っております。すべて日本語で書かれている。続きまして、ケーブルとなっております。このタイプですね。そして、3.5 のオーディオケーブル。最後になりました。本体でございます。傷がつかないように、これが入っています。はい。というわけで、こちらがヘッドホンとなっております。デザインとしては、あのアニメまんまの感じですね。プラスチック感、この音聞いてください。っていう、プラスチック感はめちゃくちゃありますが、アニメでも結構シンプルに作画されていたので、そこまで悪くないかと思います。最高、ここまで伸ばすことができます。折りたたむときは、このような形でコンパクトにすることができます。そして、こちらですね。電源のオンとオフですね。そしてスイッチが4つついておりますね。ここにオーディオケーブル、付属品をつけることによって、パソコンからとかスマートフォンからとか、そしてここにですね、 TIF カードというものがありまして、こちらもちょっと後で実験してみたいと思います。バッテリー内蔵ですので、このコード入っております。セットしまして、これをね、充電することができます。こちら人工光学を用いたデザインとなっております。こちら合成プロテイン素材で作られ、防音ハウジングが作られております。掛け感を見ていきたいと思います。はい、はい、こんな感じですっぽりはまることができます。頭の大きい監督でも全然大丈夫ですね。一番最小にすると、最小にすると多分耳が全然足りませんね。一番最長まで伸ばすとかなりですね、大きいので、いや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 、痛い。あ、これ気をつけてください。ここですね、肉挟みます。ここ肉挟むんで気をつけてください。ボタンなんですけども、電源ボタン、音量上下、全曲、次曲、そして通話開始、通話終了、ウーハー調整も可能となっております。こちら、早速特徴を3点見ていきたいと思います。まず1つ目、機能、性能面。2つ目、ミクの声が実際に聞こえるのか。3つ目、使用してみた感想。こちらを順番に紹介していきたいと思います。まず1つ目、機能、性能面。こちらですね、めちゃくちゃ軽いです。180g です。畳むことでですね、これくらい小さくすることができます。こちらはですね、ソニー製のガチモンのやつなんですけども、これくらいのサイズ感となっております。こんな感じではなく、この柔らかさがあるんですけども、これはちょっと長く使っていただきたいかなという感じのものですね。そのままポンって入れるのではなく、小さくすることによってカバンに入れて持ち運びすることができます。嬉しいことに有線と無線使うことができます。有線に関してはこの先ほどのこちらを、この差し込み口がありますのでにセットして、ここから音楽を、こちらのですね、 Android スマホがありますので YouTube の動画を聞いていきたいなと思います。果たしてどんな感じに聞こえるのでしょうか。帽子が邪魔です。いつも YouTube で聞いてる曲をで、比べる対象としてこちらのリスニング専用の聞いてみたいと思います。はい、というわけで聞く比べしてみました。そうですね、やっぱりこれと比べるとこもった感はあるのですが、全然聞ける音かと思います。これ単体で聞く分に関してはもうめちゃくちゃ悪いなっていう感じではなかったです。ちょっとこもった感はあるんですけども、音にそこまでこだわりがなければ、こちらのヘッドホンでも全然聞ける音でした。 Bluetooth なんですけども、これを一旦外します。そしてケーブルとヘッドホンが付いていないことを確認します。スマートフォンの Bluetooth をオフにします。はい、ヘッドホン本体の電源をオンにしてください。が、一旦オフにしてからもう一回オンにします。そしてこれは後でちょっと紹介したいと思います。あ、来ましたね。この LPT660 っていうのがこいつですね。ペアリングしますかというわけで喋ってます。ちょっと恥ずかしいかもとミクが言ってますが、そして今 Bluetooth で繋がってるということは、今ここで YouTube の音楽をそっち
中で再生をすることによってとにかくですね、Bluetooth つなげれました。なんか結構いろいろ設定がめんどくさいと思ったんですけども、意外とすぐ本体の電源をインして、これをオフにしてオンにしてれば簡単に接続することができます。この点に関しては、ベリーグッドです。続きまして、TF カードスロットというんですけども、こちらにカードスロットがあるので、この TF カードというものはですね、2004年にサンディスクが開発したメモリーカードです。後におなじみのマイクロ SD というものが発売されて、最終的に名前がですね、そっちに行っちゃったみたいな感じなんですけども、ちなみに監督 TIF カードがないので、マイクロ SD カードです。こちらに、セットします。はい、というわけで、こういったマイクロ SD に音楽を入れることで曲を聴くこともできます。ヘッドホンにマイクロ SD が付いてるっていうのはあまり見ないのでちょっと珍しいかなと思いました。そして肝心なミクの声なんですけども、もう帽子はもういいよ。お聞かせしますね。電源オフの状態で、まずは電源オンオフのバージョンの声。中野ミク、抹茶が好き、よろしく。ちょっと恥ずかしいかも。はい、というものですね。もう一回やったとしても、中野ミク、カードをセットした時の声ですね。いきます。簡単だったかな。私は風太郎が好き、だから好き勝手にするよ。ラジオに自動的なのは、このザーを回避する方法はあるのでしょうか。いや、二つ目なんですけども、このミクの声、こちらですね、同リングスピーカーホームページには音質はとても良いと書かれております。まあ、そこまで悪くないなという印象です。実際に使用してみて感想なんですけども、すごいシンプルな作りなので、長時間聞く音を聞くにはちょっと耳が痛くなるのかなという感じですね。でこのヘッドホンなんですけども、おすすめの方はですね、まずミクが大好きな方、コスプレ専用にもなりますので、逆におすすめしない方は音質を重視する方、機能面でもかなりこだわりがある方はですね、音質的にはあまり良くないということをですね、先に言っておきますが、ミクとお揃いにしたい方はですね、ぜひともこちら購入してみてはいかがでしょうか。動画の概要欄にです、貼っておきますので、興味がある方はぜひ見ていってください。このチャンネルですね、監督自身がですね、この商品はいいやというもの、このアニメめちゃくちゃおすすめしたいですとか、商品レビューなんかをやっております。今回冒頭分の花嫁監督大好きなので、ちなみにですね、こちら、はい、アニメ1期の感想と、あとはアニメ1期だけを見た状態での彼が花嫁なんかという動画も出しておりますので、興味がある方はですね、ぜひそちら見ていただければなと思っております。では監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。起動と同時にミクボイスがちなみに先に言っておくか、でちょっとアップめの写真をピックアップしてみます。ピックアップ、音に強烈な癖を求める、音にこだわりを持ってました。この付属品本体自体に電